迷子のむしろ、トトロ、聖なるむしろが、綺麗なむしろです。サウナで寝るってのはサウナの本当に一番なの。確かに。よし、オラムシロです。今日はね、すごいっすよ、はい。まあ、以前藤森さんが YouTube で撮ってた僕の憧れのザ・サウナ、こんだけサウナ行ってて、はい、初めてなのよ、ザ・サウナ。へー。ここは野尻湖のすぐ湖畔にある長野県ですね。長野県の有名な、多分5、6年ぐらい前かあんのかな。へー。はい、のサウナで、昔よりも全然スペースが大きくなって、サウナ室も3つぐらい増えてるのかな、昔と比べると。なんでちょっと今日はそこの6人用のところを、はい、借りてる、3時間借りてるんで、ちょっと整ってきます。楽しいぞ、これは。すごいですね、この自然が。すごいね。これなんか熊がモチーフなんですか？そうですね、熊ちゃんが。なんか名前なんですか、はい、あるんですか？これは名前なくて、ただモチーフの方がいて、はい、このサウナを作った、アトラクションベベーさん。ベベーさん、はい、が熊に似てるっていうことで。あ、そういうことなんだ。はい、似てるので、かわいいですね。あらゆるところに探してみてください。はい、探してみて。普段からよくサウナ行かれるんですか？行きますよ、週5で行きますよ。週5で？週5で。もう20年間ぐらい入り続けてる。サウナで、多分今のサウナ施設ができるちょっと前からサウナ施設を作りたくて、はいはいはい、今の仕事かサウナをやるかっていうのを悩んで今の仕事をしています。奥に見える1号棟がゆくし、ゆくし2号棟かくしが双子のサウナで、まあ、コルメとネリア、これからお楽しみいただくサウナ、はい、まだこれからもサウナ室を増やしていくみたいな。そうですね、これからもちょっと企みがあるんで。ああ、企みね、はい、すごいよね。だってもともとは1個しかなかったですね。そうです、もともとは本当にあれがそこから。そうですよね、始まってこの雰囲気ってなかなか出せないからね。出せないですね、この自然は。広大な自然が、うん、すごいですね、めちゃめちゃいいな、これ。想像してたのの2億倍ぐらいだよね。2億倍。2億倍、薪なんですか？そうですね、もう本当にフィンランドスタイル。うん。じゃあ温度は80度ぐらいですか？そうですね、各、まあ、サウナの性格によって。あ、違うんですね。適温があって。まあ、さあ、それじゃあ外から行きますか。ここに水風呂あるんだ。ある。すごいすごい、そこにあるんだ。ここで完結できるよ。あ、なんすね、ちょっとほら見てみて、水風呂温度。温度じゃあ、多分ね、あ、え？めっちゃシングルだと思う、多分7度、8度ぐらい。11度ぐらい。11度ですね。相当冷たいよ、11度。地下水から汲み上げてるので飲めるんですね。そうですね。ちょっと中見てみよう。はい、ぜひ。うわ、すごい。すごいよ、薪。でっか。こんなに。大きいですね、フィンランド。へぇ。いや、これはいいわ。天井も低いし。ラドルがすげえ長いんだけど。長いですね。これ、ロウリュしやすいね、石も。うん。いや、すっげえ楽しみです。かわいい女の子よ、これ。相当かわいいよ。かわいいよ。誰、誰、誰、誰。俺だよ。後ろかい。後ろかい。後ろ美脚説。整わせていただきます。よし。これはすごいぞ。あ、これ見る。うお。うわー。え？うわ。いい空間。いいね。結構なもんだよ。110。いや、これ嘘よ。これなんの？ただの、ただの飾りだよ。あ、動かないやつですね。動かないやつ。一気にかけて。もっともっと。これ相当かけないと上がってこないよ。あ、これ幅がいい。ここの、ここの幅、俺の中でめっちゃ大事なの。この最上段のこの幅がめっちゃいい。へえ。どうぞ。いいね。あ、ダメだ。ぬるい。ぬるい。もっと必要か。めっちゃぬるい。ちょっと涼しかったね。あれ、大輝タトゥー入れたの？ちょっと、大輝がタトゥー入れたから。ん？大輝タトゥー入れたでしょ。これね、ペンで描きました。何のタトゥー？タトゥーに憧れてダサ。ダサいよ。あ、
来てるわ。こういう感じのロウリュいいな。じわっとくる感じで、うん、熱々じゃないんだよね。プロってでも強いね。プロですから強い。熱いか。そこ開いてるんだ。そこ開いてるんだ。だから涼しいんだ。はあ。そこだ。そういうことだ。そこだ。寝てみよう。一旦寝てみます。はい。サウナで寝るっていうのはサウナの本当に一番のあれだからね。確かに。あれこれちょっと俺30分入れる気がする。30分ですか。すごい。外気浴がまた良さそうだから。俺まだまだあと5分10分入るよ。ちゃんと温まないと水風呂無理だと思われる。あ、今日コンディションいいな、やばいな。コンディションいいときって俺20分ぐらいいけちゃうんだよね。20分ですか。最近ってさ、100度の6分とかさ、うん、じゃない、うん、よりも80度ぐらいの12分とかいいのかなって最近思う。そうですね。ちょっとここで水風呂入って、はい、いや入れるかな。この状態で水風呂結構不安だな。11度うん、あれだけど、ちょっと行った、はい、行きましょう。行ってみよう、水風呂。行けるかどうかわからないけど、これ投げるんじゃん。ああ、これやばい、やばいやばいやばい。早っ一瞬一瞬しかないね、これ。これはやばい。やっぱいいね、この自然の中で。しかも超晴れてるじゃん、今日。見上げる青空がいいですね。ちょっとね、もしかしたらね、あと2セットあるけど、過去1かも。おぉ、過去1やっぱすごいと思う、これ。すごい。過去1気持ちいい。いきます、じゃあ2セット目。はい、2セット目いきましょう。2セット目は、ちょっとね、はい。裏技があるんです。裏技ですか？アイテム仕込んだら。おこれじゃ。おえ、なんすか、なんすか。これはビーフィタン。ビーフィタン葉っぱ？そうそうそう。それは何の葉っぱですか？これ白樺です。白樺ですか、はい、白樺の若い枝を、はい。こうやって束ねたのがビーフィタン。へぇー。ちょっとこれロウリュしてみよう。あ、それでロウリュするんですか？ロウリュもできる。白樺の匂いが。おぉあ、ほんとだ。すごい。大気、塗れません。かばかす。え、気持ちいい。え、めっちゃ気持ちいい、これ。ちん、かわいい。じゃあちょっと裏返しになってください。これ、贅沢よ、会長にやってもらえるなんて。リヒコ、映っちゃっていいですか？リヒコ。全国のリヒロファンが焼き餅焼いちゃうけどね。こちらの方は、ビヒタ界の女王と呼ばれている方です。あー気持ちいい。ビヒコ気持ちいいな。さすがだ。ビヒコ強めでパンパンやってください。違う違う。どんな感じで？あったかいんだ。あったかいんですか？すごいあったかい。へー。何年やってるの、この仕事。9個目がね。台湾の人なんだ。あおいくつですか今？38です。結構行ってんな。まあ行ってるともあるよな。確かに。何がポイントなんですかそれは？邪気を取り払う。なるほどなるほど。おむくってきたら困るか。こんなことで反応しないから。邪気が出てくる証拠かもしれない。お兄さんさ、邪気溜まってるよ。うん、いっぱい出しとくで。あ、そうそう、ここでね、やるやつとかあって。へぇ。もうセルフです。セルフでした。はぁ。やばい。ビーフィタンから水風呂。あー気持ちいい。やばい。これやばいな。やばいっすね。すごいやばい。ビーフィタン気持ちいいな、これ。気持ちいい。やばい。やばいぞ。あれ待って。反対だ。
反対またこのパターン迷子迷子だむしろあすごいトトロちょっと3セット目3セット目です最後最後入りますはいよいしょ一気にやりますよはいお願いします行くぜすごいあうわ香りもいいおーあーあっちいい温度あー熱い熱いやっぱ温度上がったねうん上がりましたねあーいきますあっこいめっぱしんだしんすごいはい、じゃあ僕が最後にジャック払いましょうか助手席払ってくれ、もう軽く払ってくれはい長く以外な軽くジャックを払わせていただきます一体どんなジャックがついているのだろうか何歳の女がついてますかこれはうわっうわっこれはですね結構強い強めですか見えます60代後半60代記憶になるほどなるほどこれ目指しますおーすごいつま先からつま先かすごい60代後半後半出てってる一人だけですかついてるあと2人ですか。これが出てってるわ。次が30代前半。30代前半。攻めてます、ね。出してください。これは大変だ。大変だ。ごめんなさい。すいません。すいません。1人です。反対側にいます、最後。反対側に。やばい。早くしてください。やばい。だいぶ苦しそうですね。20代後半です、これ。あ、20代後半。一番強い。あ、強い。一番強いです。あ激しく。ゼロはぁもがいているこれ以上レカンドですありがとうなんか全然違う聖なる聖なるむしろが体が聖なるむしろ体が軽いおありがとうよかったありがとうございますやばいその聖なる体で水風呂へ清めますあ清めのお水ああやばいああ気持ちよさそうだこれでもう綺麗なむしろですやばい整った通り越して片付いたわ片付いた片付いた絶頂な片付きが訪れました究極の片付きじゃあ皆さんごきげんようごきげんよう今回整えすぎたんで、はい、これで終わります、はい、ではまた次回までお楽しみに